ピーとワラットです。お願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、道頓堀笹などを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高の番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。それでは、ニーホーミッション。徳郎さん、すいません、いいですか？ちょっとびっくりした。何ですか？突然すいません、こちら関西イベント最前線のお知らせになります。あ、これ動画回ってんすか？あ、動画回ってます。勘弁してください。勘弁してくださいよ。もうびっくりした。びっくりしてしまうから。座ってたのに。マジじゃない。あ、そうです、新しく。拓郎の集まれバラライカの告知をしていただこうと思います。ああ、ありがとうございます。はい、でこちらの方は関西の劇場で行われるライブを告知する、はい、情報発信動画となってまして、はい、登録者数48万人の吉本興業チャンネルに流れるので、ぜひお願いします。めちゃくちゃ告知できるチャンス。ありがとうございます。で、拓郎の集まれバラライカの、はい、公演の内容についてまず教えてください。あ、はい。まあ、こちらは、第1回目になるんですけども、まあ、ネタとコーナーの60分で、まあ、僕らが、いろいろゲストの方を呼んで、60分ネタとコーナーで楽しんでいただくライブになってますね。この公演の魅力について教えてください。魅力はなんて言っても、はい、まあ、第1回目ですけども、うん、演者がね、うん、ヘンダーソンさん、はい、ダブル東、はい、マーメイド、はい、ソマミートボール、うん、絶対に集客頑張るぞというような気持ちでした。私、僕らが満劇でユニットってあんま初めて、主催でっていうのは初めてです。単独、ね、ライブ以外で主催で打つということは初めてなんです、うん、ありがとうございます。極みメンバーというね、芸歴も変わったので、はいはい、バラライカっていうのは何か全く分かんないです。えプロさんが決めたんですか？そうです、僕が決めます。音だけです。頭にあったのがバラライカだったんで、はい、あれだけ調べましたよ。放送禁止用語みたいなのじゃないかだけ。ああ、そしたら何かの楽器みたいなのが出てきた気がします。はい、でも音だけで。集まれバラライカ、はい、集まれは何で入れようとするの？集まれもそのなんかギャグの考えると一緒です。ただ頭に出てきた単語を入れました。なるほど、はい、フィーリングです。集まれ。じゃ最後にこの公演 の見てくれる方への一言だけお願いします。はい、いや本当にね、みんな48万人もいるんですよね、はい、何してんの。集まれバラライカ。こんな振り付けが考えてたから。どういうバトル。え僕の、はい、赤木になりの集まれバラライカって見に来てる。初めてバラライカ。意外ですね。次の VTR も届いてるみたい。それではニーホーミッション。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、すいません、突然すいません。はい、何でしょう。関西イベント最前線です。12月、はい、12月30日土曜日の恐竜未満の告知をしていただこうと思います。していいんですか？はい、お願いします。じゃあこの公演の内容を教えてください。はい、内容、はい、皆さん、内容、ね、内容、うん、内容、内容、内容がないよっつって。はい、すいませんでした。皆さんネタ1本ずつ、して、楽しいコーナーもあるんで、はい、というライブです。出演者はちなみに出演者、出演者、はい、出演者僕たち春風と共に、と春風に次ぐ生姜猫、白桃ピーチ、ヨピピの4組です。お、濃いメンバーです。これはすごい濃いですよ。このメンバーを選んだのは、あ、僕が収集しました。お、出演者のいいところとかありますか？いいところ、もうね、これはもう全員可愛いですよ。ね、全員可愛いな。なんかある？出演者のいいところ。みんな楽しい。みんな楽しいし、一応ね、共通点があって、春風に次ぐと、春風とともに、春風がつながった2組と、生姜猫と白桃ピーチ、ヨピピは2人とも猫っていうことで。
猫ちゃん。ピーチヨピピは猫、猫枠で呼びました。なるほど。最後にこの声の魅力を教えてください。魅力、これはなんといっても濃いメンバーですよ。キャラが、キャラが濃いだけの1時間を皆さんに見せれるのかなって思いますね。だから他のライブと違った、また何でしょ、ちょっとはちゃめちゃめちゃくちゃやと思うんで、みんなみんなそれぞれがそれをちょっと楽しみにしてほしいですので、来てほしいです。なんもないね、なんかありそうで、うん、ってな感じですね。そんな感じですね。もう一回最後に、じゃあ日程だけいいですか。あ、はい、2023年12月30日土曜日です。14時30分開演、ザザポケッツですね、これザザポケッツで恐竜未満というタイトルのライブがございます。出演者は春風とともに、春風に次ぐ生姜猫、ハクトピーチヨピピ。前売り1200円、当日1500円になります。前売りがねお得なんでね、皆さん前売りで買ってください。手売りもこれできますよね。できますので皆さんお願いします。来てほしいです。ぜひお越しください。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではインファーミッション。それではいきなり告知チャレンジです。いきなりもう何も、はい、もうここに追い込まれて急に出たわけでもないですからね。心もちゃんと移動して今から30、60、300の告知をしていただこうと思います、はい、しかしあるチャレンジに挑戦していただき、そちらが成功しないと告知することはできません。その告知をかけてしていただくゲームは30秒チャレンジです。30秒チャレンジ、はいはいはい、制限時間30秒で出演者の魅力やいいところを10個いただきます。時間内に10個言えることができたら告知することができます。なるほど、はい、これはでも言えないと、まあそれはね失礼ですというか、はい、まあ呼んでるわけですから、ね、うん、そうですね。30秒チャレンジスタート、はい、ドンチッチとドンチッチ漫才面白い、ハイツ漫才面白い、これあり、もう行こう、これありですか。ドンチッチ漫才面白い、ハイツ漫才面白い、バッティーズ漫才面白い、行こう、まず3つ、はい、ハイツはロートーンのボケが炸裂して、はい、ツッコミ、西野のツッコミ、いや、ツッコミちゃう、あの両方ロートーンやけど両方面白い、はい、バッテリーズの声がでかくて、あと5秒です。声大きい、全員かっこいい、顔が、あの可愛いし、ドンチッチセンスある。終了です。結構言ったんじゃん今。だいぶ言っただけやけど。それは一応チャレンジ成功。成功して成功でいいんですか。ちょっと僕らが言うのもあれです。ドンチッチ漫才面白い、あいつ漫才面白い、バッテリーズ漫才面白い、これで3稼いでたの。ほんで自分らのこと1個みたいな。これありだよ。うん、3年もう3稼いでた。無理押し方したけど。告知10秒で告知10秒で、はい、告知10秒、はい、お願いします、はい、では行きます、よーいスタート、はい、12月28日の、20時15分開演の、森の宮吉本漫才劇場にて30、60、300というライブがあります、はい、おのおのが30秒と60秒で終了です。ありがとうございました。おっしあ、次の VTR も届いてるみたい。それではインファーミッション。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。関西イベント最前線の動画を撮影させてもらいます。はいはい、はい、告知してもらうのが12月30日土曜日にある漫才参加、19時開演の漫才参加についての告知なんですけど、はい、12月30日、はい、大晦日、大晦日1個前、この公演の内容について教えてください。はい、はい、内容は1枚目というと、はい、僕らと業務さんの3組でいつもやってるユニットライブです。はい、ネタを、おのおのが3本してはい9本合計、はい、ネタ尽くしのライブとなっております。はい、はい、この公演の魅力を教えてください。
はあれですね、その今言ったんですけど、この9本は、はい、一応全部新ネタです。そうですね、はい、一応新ネタ縛りということで、一応あ、新ネタ、どういうこと、はい、新ネタ縛り、まあまあまあ、これ勝手に僕、まあこれはでも勝手に僕らが言ってるだけなんで、はい、新ネタはセナーとか言ってるだけなんで、まあたまにね、その紛れ込んでる時もあるんですけど、まあ本気の、小石がね、はい、小石が、小石が一個ね、紛れ込んでる時もあるんですけど、はい、まあ基本9本とも新ネタということで、はい、はい、そういう見どころです、はい。じゃあこの公演で過去に起きたハプニングがあれば教えてほしいんですけど、過去に起きたハプニングがいろいろありますね。普通にもうなんか喧嘩始まったとかコンビで、はい、コンビで喧嘩始まって、はい、で、喧嘩しながらはけていって、で次のやつがその前の喧嘩をいじって、で笑い取ったことに満足してあのネタ飛ばすっていう、でネタ飛ばしてじゃあどうすんねんってなったら、あのネタ飛ばしたやつの相方も切れて、お前袖でお前あの台本確認してこいって言って、普通に携帯を見に行ったりとか、まあ、そういうライブ、お前人来るかそんなライブそういうライブです、まあ、ね、まあ、そう神回が、たまたまそうだったけど、神回が1回あったけど、そう基本的にはもう9本締めたっていう、はい、はい、そうです。12月30日19時開演、漫才3巻です。はい、お願いします。お願いします。今週も面白かったね。来週もまた新しい動画が届くみたいだから、ぜひチェックしてね。気になる公演はホームページをチェックしゅう。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。見ないと怒るしゅよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあバイバイ。